呪術廻戦23巻発売。皆さんお久しぶりです。突然ですが、呪術廻戦読みましたか？チーム天元敗北、まさかの結末一巻でたどり着くとは。おい賢者、お前強すぎというか。チーム天元弱すぎ。賢者が強すぎるのか。天元、ここ森、びっくりするくらい、焦る、焦り続ける、読んでるこっちが焦るマジで、結界すべしか使えない技と負けた感が否めない、何か隠してるらしい、マジか。くもゆうき、あの局面でのすべし開示、特急呪霊、もう少し減らして、天元の作戦にオールイン、アホか領域展開見たかったな、あそこ、おつ骨と変われ質量、絶対、質量って何？少々、今作の主人公、頼れるお兄ちゃん、こんな活躍すると思った人いる？頼むから死なないで、赤血層滑って、かっこよ、急走図兄弟俳優は。総評何してんねん。原作重力、重力って呪術なの？黒ひげ、死刑限界、作中切っての努力加算、英語も中国語も何リンガル、最終的な目標、気もそんなことより裏うね、手でかくね。総評、頭きつく娘。ますます盛り上がりを見せる中、ちょっとした疑問が一つ。それは領域展開。領域展開ってこういうこと？領域展開への対処法、こちらも頑張って領域を展開してみる。一番の悩みの種、鍵、領域展開。まだまだあるぞ対処法。発動前に妨害、栄養呪縛、フィジカルギフテッド、ゾラ性結界、温帯、はがり金継ぎの領域展開、ザ殺爆と鍵領域ってどうなる？ザ殺爆とザクリ乾燥。領域に外からがないじゃないか、自分自身に付与するタイプ。領域の押し合いとか簡易領域で防いだら、領域の非中範囲はシンプル無手というかずるじゃね。マジで味方でよかった。こういう場合どうなる？外からを必要とする領域と衝突した場合、外からを必要しない領域と衝突した場合、自分と似た領域と衝突した場合、簡易領域特に好きな落下の情とかはどう判断するのか。今後の予想。お宿だや、原作が使う外からを持たない領域への対処が課題になりそう。多分、復活する五条先生とか、あと過去のすべし、天使、プロ、鹿紫曇り。鍵を握ってくる気がする。予想としては三すくみ。昔はこういう感じだったんだ、でも十分納得。栄養呪縛、薬を使う、領域展開、領域、血相、術、耐久相、加減呪術、影宝術、小からだ。名前が、かっこよかったら何でもよし。あくまで願望なのだが、結局、覚えたもん勝ち、みたいな流れにはなってほしくない。簡易領域、なら、まだ良いけど一斉に、落下の情とか、領域天元、練習したら誰でもできます、みたいな。最後に、ぐだぐだ長くなったが言いたいことは、一つだけ、呪術廻戦、23巻最高。以上。